この番組は社会の教養に触れ、日々の生活や職場など様々な場面において学び、考え、明日の自分に生かしていく、そんな番組です。それでは本日のお題、私たちは勝利や成功を祈り、様々な場面で誰かを応援する機会があるものです。監修の一人としてチームに声援を送ることもあれば、特定の相手に対して頑張って応援してるよなどと伝えることもあります。また言葉にしなくても幸せになってほしいと一心に願うことも応援の一つと言えるでしょう。誰かを応援しているときは自分のことより相手のことを考えるもので、自分の気分や都合に関係なく相手にとって良い結果を期待します。人がそれだけ誰かを応援しているとするならば、自分も誰かに応援されていると考えても良いのではないでしょうか。家庭や職場でも人を応援する機会は多くあるものです。誰かの幸せや成功を願ったり、その思いを言葉にすることで目に巡って、自分も好ましい影響が得られるという良い感覚循環が生まれるかもしれません。今日の心がけ、応援する気持ちを持ちましょう。はい、ありがとうございます。全然わかんねえよ。まあ、わかんないけどないけど。で、日常に、ね、余裕を持ちましょうっていうことかな。違う。違う。そうじゃないよ。それは違う。応援するってことはさ、なんかさ、毎日さ、切羽詰まってたらさ、応援すらできないじゃん。でも多分2000人はそういうことじゃなくて、だから日常にちょっとそのゆとりを持ってっていう意味じゃなくて、違うですよね。ただ単に応援しろってこと。誰かの幸せを願ってあげれば、こっちも応援してもらえるしってことですよね。ウィンウィンってこと。なんかそんな言葉はよろしくないけど、そんな感じですよね。見返りを求めるって応援するってこと。いや、そういうこと。最後の本の文章そうじゃなかった。いや、なんか、あ、まあ、してあるの、ちょっと違う。そっちからも必然的に応援してくれるしってこと。え、してくれる。あ、そういうこと。応援したら応援されるって、その人が。あ、周り回ってってことね。そう、周り回って、そう循環するよって。まとめ、うん、さっき の、 その感想言ってくれればいいです。応援しましょうでしょ。応援しましょう、ね、とにかく応援しましょう。循環、幸せの循環。あ、いいです、ね、応援してあげて、それが返ってくるかもね。どうぞ。本日のお題、応援。今日の心がけ、応援する気持ちを持ちましょう。本日のお題、応援。今日の心がけ、応援する気持ちを持ちましょう。皆様のご意見、ご感想、コメントでお待ちしております。それでは、小武蔵です。